国会。国会、国会は、日本の立法府、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関とされ、衆議院及び参議院から構成される二院制である、日本国憲法第41条、第42条。日本国憲法において、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関と位置づけられている。 憲法41条。また、国民の代表機関としての性格も有する、憲法43条1項。国会の議事が行われる、国会議事堂の所在地は、東京都千代田区長田町1丁目7番1号。俗に国会内し国会議員を指して、長田町と呼ぶ。国会は、衆議院及び参議院の、両議員でこれを構成し、憲法42条。 両議員は全国民を代表する選挙された議員、国会議員、衆議院議員及び参議院議員でこれを組織する憲法43条1項。日本国憲法は国会を国権の最高機関と定める憲法41条。ここで最高機関の意味が問題となる。この点、憲法学上は政治的微小説が 通説的見解と目されている。政治的微小説とは国会が諸々の国家機関の中で主権者たる国民に次いで高い地位にあり、国民に代わって国政全般にわたり強い発言力を持つべきであることから最高機関とは国民を代表し国政の中心に位置する重要な機関であるという点に着目して国会に付した政治的微小であるとする見解である。 この見解は憲法が権力分立性を採用していること、内閣による衆議院解散、違憲立法審査権の存在、司法権の独立などから最高機関に特段の法的意味を認めない。この点についてより積極的な意味付けをなす見解もある。日本国憲法は国会を国の唯一の立法機関と定める憲法41条。これは 大日本帝国憲法における帝国議会が天皇の立法権に共産する地位、共産機関にとどまったのに対して国会は立法権を独占する機関、立法機関であることを意味する。さらにこの規定を詳細に見ると唯一と立法の意味が問題となる。国会が国の唯一の立法機関であるとは次の二つの意味を持つ。 憲法四十一条に言う立法とは形式的意義の立法、国会が制定する法律という国法の一形式の法規範の定律ではなく実質的意義の立法、一般的、抽象的法規範の定律を指すものと解されている。その理由は憲法四十一条の立法を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと国会が制定する法律という法形式の 法規範を制定する権限は国会のみにあるという意味を持たない定めになってしまうためである。したがって実質的意味の立法であると理解されているが実質的意味の立法の内容については一般的、抽象的法規範の定律の範囲をめぐって見解が分かれている。国会は衆議院と参議院によって構成される。両議員とも 主権者である国民の選挙によって選ばれた国会議員、衆議院、議員465人、参議院、議員242人により組織される民選議員型の両院制である衆議院は下院、参議院は上院に相当する。両議員を補佐する機関として各議員に事務局と法制局が置かれ、また議員に直属しない補佐機関として 国立国会図書館がある。このほか日本国憲法に定める国会による裁判官の弾劾を行うため、裁判官卒議委員会と裁判官弾劾裁判所が置かれている。衆議院と参議院で議決が一致しなかった場合は、その調整を行うため、両院協議会が開催される。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった。 場合には必ず開催され、法律案について議決が異なった場合には、衆議院が協議会を請求したとき及び参議院が協議会を請求しこれに、衆議院が同意したときに開催される。衆議院と参議院はそれぞれ国会の一員として対等な地位を占めるが、憲法上あるいは法律上において、衆議院の議決が優先する場合、衆議院の優越がある。 ただし、参議院の緊急集会では、衆院予算選議権の例外として、衆議院より先に、参議院で予算を審議して、採決をすることができるが、内閣に提出権がない憲法改正を議題に、できないとされている。各議員には、国会法により、以下のような役員が置かれる、等、帝国議会時代の議案審議が、 本会議中心であったのに対して戦後国会はアメリカ連邦議会に反を取って国会審議は委員会を中心に行われている。各議員の委員会には国会法に名称が明記された常設の常任委員会と案件ごとに各議員が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。委員会は単独で開催する他に 同一院内の複数の委員会による連合審査会として、あるいは衆議院と参議院の両院の常任委員会による合同審査会として開催することも可能である。また、具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行うための委員会的な組織として参議院にのみ調査会を設けることができ、官令により参議院内の調査会を置くこととなっている。これは、 解散がなく人気が安定している参議院の特色を活かした制度である。第167回国会から衆議院と参議院の両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について後半かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議または国民投票に関する法律案等を審査するため、 各議員に憲法審査会を置くことを定める国会法改正法が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年、平成22年5月18日以降可能となった。法的には第167回国会の招集日である2007年、平成19年8月7日から各議員に憲法審査会が存在したことになる。同審査会の組織、 手続きの詳細を定める憲法審査会規定は衆議院では2009年平成21年6月11日に自民公明の与党の賛成多数で制定され参議院では2011年平成23年5月18日に民主自民公明みんななどの賛成多数で制定されたがその後も両院とも審査会の会長委員が選出されない 休眠状態が続いた2009年、平成21年の民主党への政権交代以降、鳩山政権、菅政権時代の国会では、憲法審査会の指導に向けた進展はなく、2010年、平成22年5月18日の完全施行に、至っても事実上存在しない今日が続いたが、野田政権発足後の2011年、平成23年10月21日に、 会長、幹事、委員が選任されて指導した。2011年、平成23年11月17日、衆院憲法審査会が開催された。参考人として、元衆院憲法調査会会長、中山太郎は、会見論議の推進を表明し、各党が一見表明をした。同年11月28日、参院憲法審査会が開催された。 参考人として、元参院憲法調査会会長、関谷勝次は、会見手続き法の制定経緯などを説明し、各党が意見表明をした。憲法改正の発議があった時に、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議員においてその議員の中から選任された、同数の委員で組織される臨時の機関。 2010年、平成22年5月18日以降発行。行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を常時監視するため、各議員に情報監視審査会が設けられており、国会法102条の13、特定秘密や不開示情報の提供を受けることができる一方、会議や会議録は原則非公開となっている。特定秘密保護法と共に施行した。 国会法改正法で規定されたが、しばらく委員の選任は見送られ、2015年、平成27年2月26日に委員が選任されて死した。政治倫理の確立のため、各議員に政治倫理審査会が設けられており、国会法124条の3、公益犯等に違反するとされた場合に、法的拘束力のない勧告を行う。 審査令は存在するが、実際に韓国まで至った実例はない。報道では、生林審と略されることが多い。日本の国会は、会期と呼ばれる、一定期間にのみ活動を行う会期制を採用している。会期は、国会の招集により始まる。国会の招集は、憲法7条2号により、天皇の告示行為とされており、 国会の召集証書は集会の期日を定めて交付される一行。議員は召集証書に指定された期日に各議員に集会しなければならない。集会する時刻は議員規則で午前10時となっている衆議院規則1条及び参議院規則1条。会期延長及び臨時会と特別会の会期設定は 両議員一致の議決で行うとされているが、一向、両院不一致の場合は、衆議院の議決に従う。会期終了と同時に審議中の議案は原則として、廃案となる。ただし閉会前に手続きを取ることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても、審議の進捗を引き継ぐことが可能になる。継続審議。 会期中に議決に至らなかった案件は公開に継続しない。国会は招集後の早い時期に参議院本会議場において天皇臨席の下で衆議院議長が主催して開会式を行う。開会式の日時及び場所は衆議院議長と参議院議長の協議で定める衆議院規則19及び参議院規則21条。開会式では 衆議院議長の式辞と天皇のお言葉が述べられる。開会式には、衆議院議員と参議院議員が、参議院本会議場に一様に集まるが、席が足りないため、入りきらない議員は二階席に集められる。開会式前には、衆議院議員と参議院議員が、正門前に整列し、天皇の出迎えをするのが恒例となっている。会期と会期の間を閉会、中と呼ぶのに対し、 会期中において国会あるいは議員がその意思によって自律的にその活動を一時的に休止することを休会といい、法規上、国会の休会と議員の休会の二種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により、両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、 衆議院と参議院の両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる国会の休会。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる国会法15条1項。各議員は単独で東海内において議員のみの休会を議決することも可能で、この場合は、他院との事前協議は不要である議員の休会4項。なお、 第2本帝国憲法下では政府の意思により多立的にその活動を休止する定会の制度があったが、第2本帝国憲法七条四十四条、旧議員法三十三条三十四条、日本国憲法下では定会の制度はない。衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる両院同時活動の原則。この衆議院解散から特別会の開会までの 閉会中、国に緊急の必要があるときに、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく、詳細は参議院の緊急集会の項目参照、緊急集会において取られた措置は臨時のものとされる。このため、緊急集会で取られた措置は、次の国会開会の後と会内に、衆議院の同意が求められ、 同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。参議院規則では会議は原則として午前10時に始めることとされている参議院規則81条。また、衆議院規則では会議は原則として午後1時に始めることとされている衆議院規則103条。会議の時刻となった時は、議長は、議長席について、 初犯の事項を報告後に会議を開くことを宣告するが、この宣告までは何人も議事について発言することが許されない、衆議院、規則104条、参議院、規則83条。議事日程に記載した案件の議事を終わったときは、議長は散会する、衆議院、規則105条、参議院、規則82条。議事が終わらない場合でも、 衆議院においては午後6時を過ぎたとき、参議院においては午後4時を過ぎたときは、議長は議員に計らないで述べ返することができる。衆議院、規則105条、参議院、規則82条。ただし、参議院規則では議事を終わらない場合でも、議長が必要と認めたときは議員に計って述べ返することができるとしている。参議院、規則82条。定職数とは、 審議、議決に必要な出席者数を言う。評決数とは、意思決定に必要な賛成者数を言う。国会としての権能には、以下のようなものがある。国会は、国の唯一の立法機関である、憲法41条。法律案の議決については、憲法59条に、定めがある。国の唯一の立法機関であるため、 憲法上の人権に関する条文などで見られる法律の定めるところにより法律の定める手続きによらなければとある場合には国会のみが具体的な条件詳細な規定等を定めることができるなお立法府としての国会がその判断において実施最速具体的な基準等についての決定を行政二る、内閣等に委任することは切るただしこの場合でも 一定の制約を付することが必要とされる。憲法は、所定の憲法改正手続きを経なければ、国会だけの判断により改正することはできないが、その憲法の範囲内において、立法をなすことができるのは、国会だけであり、行政府の活動については法律に従ってなされる。必要があるから、行政の活動は、当然に国会の意思に縛られることになる。日本では、 議員内閣制をとっていることから、通常は国会の意思と行政府を指揮する内閣の意思とは一致する傾向にある。裁判官は法律に拘束される憲法76条第3項。憲法に違反する場合には、裁判所が違憲立法審査権を行使して、当該法律の無効と判断することはあるものの、法律を制定する国会の意思は、裁判を通して、 日本国のすべてに及ぶものと言える。議員の権能には主に議員自立権と国政調査権の二つがあり、これら議員の権能については衆議院と参議院の各院が独立して行使することができる。各院には国政調査権が認められている。必ずしも行政機関のみに限らず、行使の諸団体、個人にも及ぶ。むき